望んだ世界？あ、私がそう、そんなこと思ってたよ。そんなことあるわけないよ。あ、うん。女の子は選ぶんだろうね。その国に移り住むのか。連れて行かれるんじゃないかな。いなくなるんだよ。そんなこと言われなくったっていつだって思ってるよ。勉強してる時とか以外はね。でもどうしてそんなことを急に言い出すの？大丈夫、絶対私の方が公平のことを考えてること長いと思うよ。うん、絶対。多分公平が私の頭の中知ったらびっくりするよ。そんなの、口がいくつあったって足りないって。あ、また袖のところ汚いなとか、ちゃんと朝食は食べてきたのかなとか、顎のところにひげが伸びてるなとか、ちょっと今優しかったなとか、今の公平ちょっとかっこよかったな。公平だって私のために頑張ってくれてるよ。すごくすごく。どったの？こんなところで。え？こんなところを通りかかることなんてそんなにないのに。そうだね。うん。それで、こんなところで何してたの？私と会える？嘘でも嬉しいけどね。
ちでもいいよ。公平がそうしたいならそうするよ。でも私が鬱陶しくなったりしたら正直に言ってよね。公平に迷惑をかけたくないし、それまではずっと一緒にいるよ。って別に恋人同士でもないのにずっと一緒にいるなんて変かな。そうだね。これが私たちの普通だよね。また公平のせいで遅刻だよ。もう面倒見きれないよ。当然でしょ。ねえ、そこの人見てたでしょ。え、あ、うん、公平が悪いかなって自らじゃない。あれ、時間やばいね。私たちも急ごうよ。どうしたの？やっぱダメだよ。次の休みにしようよ。ほら、約束するから。指切った。あれ、公平、ほら、約束は成立するんだよ。あ、そんなダメだってば。痛いよ、公平。ほら、もうチャイム鳴るよ。行こう。
捕まえた。やっと捕まえた。公平、捕まえたよ。また逃げられないように知らん顔してたんだよ。すぐにも走って正面から抱きしめたかったけど、ぐっと我慢してボロボロ泣き出しそうだったけど、ぐっとこらえて。嫌だよ、また私だけ置いて逃げちゃうもん。どうしたの？急に。お好み焼きね。そうだね、食べたいね。うん、前に一度行ったことのあるところだよね。美味しかったよね。知ってる？同じ時間を過ごせてよかったよ。入れてるかな、私。そう、よかった。お好み焼き。Thank you.
公平。すごく悲しい夢を見てたんだよ。すごく嫌な夢だったよ。本当？うん、お釣りが来るよ。うん、行こう。ね、公平。瑞佳？大丈夫？瑞佳。瑞佳？え？瑞佳？あ、沙織、呼んだ？どうしたの？なんだか。うん、何にも。本当？何も、大丈夫だよ。何それ、呪いの言葉を吐く人形？ううん、私を元気づけてくれる友達だよ。そうなの。そうだよ。ご主人様に似て、口の悪い子だけどね。おかしいよね。ミスか。お、どうしてたんだ？久しぶりだな。病気でもしてたのか？おい、待てって。
っ